神奈川県立県民ホールは、神奈川県横浜市中区山下町にある県営の複合文化施設の総称である。神奈川県民ホール本館とコット、神奈川芸術劇場の二棟から構成され、大小5つの劇場で約4600名の収容人数を誇る大型複合文化施設である。公益財団法人神奈川芸術文化財団が管理運営を行っている。 コット、神奈川芸術劇場の前身である、横浜21世紀座を呼び、神奈川ドームシアターについても、本校で記述する。県民の文化芸術の振興を呼び、福祉の増進を図るための施設として1975年に、開館。2010年11月1日より、本館という表記が正式名称に追加された。 開館時から現在まで80%以上の施設、稼働率を維持し続けている。海外オペラの引っ越し公園から、企業や県民の利用まで、幅広い催しが行われている。施設の安全性と快適性の向上を図るために、2013年12月から2014年9月にかけて、改修を行い、同年10月、リニューアルオープンした。 2017年7月3日から、電気設備、舞台機構の改修工事実施のため休館。2018年4月1日再開。2011年開館。ミッションとして、物を作る芸術の創造、人を作る人材の育成、街を作る、賑わいの創出の、三つの作るをテーマとした、創造型劇場を掲げている。 コット建設までの経緯もともと同地には神奈川県山下町分庁舎があり、その跡地にドーム型仮設劇場として2000年12月に横浜21世紀座がオープンしたことが同地の劇場開発の始まりとなっている。同館の収容人数は1100で、客席数は1000、当時の芸術監督は坂東玉三郎が務め、小倉落としはレンジ氏が講演された。 しかし、開館当初から敷地に面した道路の走行音が場内に聞こえてくるなどのハード面での問題点が指摘され、翌2001年には玉三郎も芸術監督を辞任した。神奈川県は同施設を運営会社である株式会社横浜21世紀座から買収し、同年7月神奈川ドームシアターとして再出発させた。同館は、 神奈川県立青少年センターの改修工事期間中における仮ホールとして使用の後、正式な施設への建て替えのため2005年9月30日をもって閉館した。2007年12月より現在のコットが着工され2010年12月に竣工した。敷地の一角には1883年地区で 横浜最古のレンガ作り建築である、旧居留地48番館が保存されているほか、コット建設に先立つ発掘調査で出土した、旧山下居留地の遺構が、中華街側外壁に展示されている。コット建築概要、コット芸術監督寮施設は、ワークピア横浜を挟んで、背中合わせに立っており、それぞれ独立したプロモーションが行われているものの、 公演ジャンルの住み分けがなされ、一体運営が行われている。本館が大ホール、音楽小ホール、ギャラリーを有し音楽、美術、式典などの公演を中心とし、コットが中ホール、衝撃条件スタジオ群を有し舞台芸術の公演を担う。神奈川国際芸術フェスティバル、ダンスダンスダンス、横浜。 オープンシアターなど、両館同時開催の祭事も年数回行われる。また、歌詞館公演でも宝塚歌劇団、劇団四季などが両館を使い分けて、公演を行っている。本館最大の劇場、NHK ホールをモデルとしている。タッチ見席は一階席最後部にある。オーケストラピットや脇花道、舞台奥に格納される、音響反射板。 二基の大葉様を持つ。二階席以上のロビーからは、大桟橋や港未来地区、ベイブリッジ、晴れた日には、東京タワーや東京スカイツリーを望むことができる。公共ホールにおいて、日本初となるパイプオルガンで知られる。開館当初は、大ホール同様プロセニアム形式のホールだったが、1990年の開館15周年を機に、 室内楽に特化したホールに改装された。その際、舞台上図にあったパイプオルガンが中央に移され、撤去されたドン長は大ホール入り口に展示されている。コット最大の劇場。本館にはない中ホールにあたる。一階席の1列目から19列目までを公演の。 ジャンルに合わせ一列ずつ上下に動かすことができ、オーケストラピットや広大な全舞台の設置は、もちろんのこと、本来段差がある一階席前方をフラットに近くすることや、より段差を急にし二階席とつなげること、さらにその二つを組み合わせて800席程度の本稼働付き劇場にすることも可能である。さらには、19列目までのすべての座席を取り外すことも、 物理的には可能であり、客席を一切使用せず仮設の客席を組む公演も少数だが行われている。小劇場で、本館小ーホールでは、現在ほぼ不可能となった演劇などの舞台芸術の公演を担うほか、客席を撤去の上、ホールや本館で公演される演目のリハーサル、稽古にも供される。ホールや本館、大スタジオで公演される演目のリハーサル、 稽古に供されるほか、200席以下の客席設置の上、ダンスなどの公演が行われている。本館1階、地下1階。広さの違う5つのスペースを備えた、県外最大級のギャラリー。展示室の総床面積1311.2平方メートル、壁面延長322.2メートル、最大天井高6.5メートル。本館2階。 総合案内、チケットセンター、喫茶と小物雑貨の匠オン横浜、飲料の自動販売機、エレベーターホールがある。コット1から3階、NHK 横浜放送局を参照。コットのメインエントランス、高さ30メートルの吹き抜けの空間が広がり、各フロアに向かう螺旋状のエスカレーターがここから上へ伸びている。 室内楽アンサンブルやソロのミニコンサートのほか、稀にではあるが、仮設劇場を設けて公演が行われることがある。コット2階。10時18時。併設して、ブコットがあり、舞台芸術関連の本を閲覧することができる。貸し出しはしていない。図書館のみ19時まで。コット3階。エスカレーターから中、小スタジオ入り口に向かう通路右手にある。 解説される日付、時間は、本館同様、限られている。コット8階。14.6メートル ×10.2 メートル、高さ4.8メートルで、もっぱらホール、または、大スタジオ、中スタジオで公演される舞台の稽古、ワークショップに供される。コット1階に2店舗分、飲食店用のテナントスペースがあるが、 2016年1月現在、どちらも利用されていない。ありがとうございます。